年齢層もすごい幅広くて、一番下だと8歳9歳ぐらいの子から一番上で40後半ぐらいの方がいらっしゃってて、ただ皆さんこうダンスのメインのジャンルはあるけど、こういうハンズのジャンルもやってみたいっていう人が多いような気がしますね。レッスンだとそれこそまあ年齢も違えば経験も違うので、その人に合わせた教え方っていうのと、あとやっぱりこうハンズだけ、こういうジャンルだけで踊ってる方ってやっぱ少ないので、やっぱりそのハンズの技術をこうご自身のジャンルに取り入れてもらえるにはどうしたらいいかとか、例えばジャズの動きの中でこういう風に腕の動かし方がありますよっていうのをやったりとか、あとはすごい音楽をすごい重要視しているので、音楽をこう教師だけで聞くんじゃなくて、こういう音の鳴り方は腕でこういう風に表現できますよみたいなものをできるだけこう論理的にというか、なんかこうフィーリングでっていうよりかは、ちゃんとこういう意味があってこういう振り付けになってるよっていうところまでも説明するようにして、関西だとそのハンズだけのレッスンっていうのもなかなかなくてですね、馴染みも少ないかなと思うんですけど、まあ、ちょっと興味ある方は実は多いのではないかなと思っているので、あの見た目ほど怖い人間ではないので、あのぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。何かこうハンズだけの、道というか、それだけのジャンルに突き進まなくても、何かこうヒップホップの中でちょっと腕入れるとか、ジャズの中で腕入れるとかっていうのを大いに使っていただいて構いませんので、まあただ腕だけでどれぐらいいろんな表現ができるかとか、ちょっと細かい角度とかに気をつけてるのかっていうのもまた体感しに来ていただければ大変ありがたいなと